演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらちらファミリーマートの紅茶の生チーズケーキを食べたいと思います。んー、なんかこの上に書いてあるお店の監修らしいですが、アフタヌーンティー、あ、お店の名前なのかな、それともゴーの紅茶を単に言うような意味合い、まあそれは食べてみてわかりません。なんかそこの方に何か見えます。それでチャンネル登録よろしくお願いします。それではちょっと早くやれって、なんか今日調子悪い。いただきます。クリームの上の方は結構ミルクティーの風味が強くて、口の中に濃厚なミルクティーの甘さが広がっていて美味しかった。で、下にちょっとキャラメルの苦みがあって、その上に乗っているチーズケーキ部分も紅茶の風味がよく効いてましたね。一番下のクランブルも紅茶が入ってたし、そこはちょっと紅茶を感じなかったですね。でもザクザクした食感がありましたし、そこまで至るまでに十分に紅茶を感じるものがあり、とっても美味しかったので、チーズケーキや紅茶が好きな方はぜひおすすめしたいです。というわけでこちらも点数をさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終了。